ブレイブサーガ新章アスタリアは2001年1月26日に発売されたゲームボーイカラー用コンピュータ RPG である。ブレイブサーガシリーズの最新作として作られたが、設定はプレイステーション版とやや異なる。勇者シリーズをはじめ、宝が作っていたロボット系玩具を一堂に集めた作品。トミーとは合併前ではあるものの友好的な関係であったため、 エルドランシリーズも参戦している。また、ロボットアニメではない、鎧伝サムライトルーパーが新たに参戦していることも大きな特徴と言える。人々の心が平和に満たされ、文明と自然とが穏やかな調和で満たされた、世界やスタリアかつて、そこには争いという言葉はなく、人間同士の争いも国同士の争いも、そして人とロボット同士の 争いもここに住む人々には無縁のものであった。この地に救う悪の心はすべて魔人の中に閉ざされこの世界に悪は存在しなかったのだ。しかし、それから幾年月、人の心は変わっていた。少年とロボットが起こした偶然が唯一の悪を蘇らせる。正義の力を喰らい、己の悪の力をまき散らす魔人デモンジャーキンその力は、 一瞬にして、アスタリア全体を暗雲で覆い包み、人々から正義の心を奪ってしまった。アスタリアは恐怖と混乱に溢れ始める。少年とロボット、世界に暗黒の闇をもたらしてしまった原因。彼らは魔人、デモン・ジャーキンを倒し、アスタリアに平和を取り戻すことができるのか。物語の舞台となる惑星、アスタリアでは、 ロボットと人間が共存して暮らしている。よって、この項目ではあえて、メカニックという項目は使用せず、登場人物という括りで紹介する。アスタリアの住民は人、ロボット関わらず一緒に野球ができるという、冒頭説明から、両者の身長誤差というものは、ほぼないかのように説明している。逆に他の次元へ行くと、その次元によって、 身長の概念が異なり大きさが変化するという説明があるため、アスタリア住民の正式な身長と人間サイズ30メートルの勇者たちの身長がどうなっているのかの説明がない。新章アスタリアでは双子の兄弟のどちらかを主人公に選択することでセリフが微妙に変化する。選ばなかった子供は冒頭で絶対と一緒に誘拐される。彼らの父親は 王国警備隊の隊員で、ファザーの同僚。シリーズ初となる名称のエリットが、兄弟ともに可能、いわゆる勇者。双子の兄弟でゼッターーが、兄、ガンバーが弟。共に人年齢が10歳で、アスタリアではどこにでもいる、ごく普通の小学生。参戦ユニット5種類のアイテムを揃えて、希望の神殿の最深部へ行く、イベントクリアすると仲間になるユニット。 ユニットによっては、イベント前に仲間になる者も,もいる。クリア後に、もう一度電脳の地下道をクリアすると飛竜が仲間になる。クリア後に、大地の祠の最深部へ行くと、スカイセイバーが仲間になる。ゲーム中では、ウィンザードとご表記されている。クリア後に、小入道の最深部へ行くと、天空のトーマが仲間になる。ありがとうございます。